こんにちは、松はいつも一人の松です。2022-2023シーズンプレミアリーグ第3節トッテナム対ウォルバーハンプトンワンダラーズの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果と知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。トッテナムのホームでありますトッテナムホットスパースタジアムで試合は行われました。スパーズはアントニオ・コンテ監督のもと 3-4-2-1 の形です。ゴールキーパーロリス、3バック右からダビンソン・サンチェス、エリック・ダイヤ、そしてベン・デイビスの3バック、で両ウィングバック、右にエメルソン、左にペリシッチが入って中央2枚はベンタンクールとホイビア、でシャドウは、クルゼフスキとソン・フンミンでワントップハリー・ケインというような形になっております。で対するウルブスの方ですけれども、ブルーノ・ラージ監督のもと、4-2-3-1 と、4-3-3 を可変して、使ってたんですけど基本は 4-3-3 で戦ってたのでそちらで紹介します。ゴールキーパージョゼ・サー、4バック右からジョニー、コリンズ・キルマン、そして左のサイドバックはエイト・ヌーリと、そして3センター、ルベン・ネベスがアンカーのような形で、マテウス・ヌネスとジョアン・ムーチンのインサイドで右にネト、左にグエデス、ワントップ・ポデンセというような形になっておりました。では試合結果といきまして合計スコア1-0という形で、後半63分に取ったコーナーキックからニアで反らしてファーでハリー・ケインが頭で合わせたゴール1点を、スパーズは守りきり、勝利という形になりました。はい、なのでスパーズは開幕3戦で2勝1分け、ですね。でウルブスの方は未だ、勝利なしという形になったということです。はい、では各チームの内容の方に触れていきたいなと思うんですけれども、前半はですね非常にウルブスが、素晴らしいパフォーマンスをしていた。もちろんそういったところもあるんですけれども、スパーズの、立ち位置のところで、結構ね、捕まりやすい立ち位置になっていたっていうことも、ウルブスにとって非常に、攻撃的に行きやすいというか、自分たちにとって、やりやすいみたいなことになっておりました。で普段ですね、スパーズを見るとき、今までのスパーズは大体そうだと思うんですけど、コンテ体制になってから基本的に3バックはあまり動かずに、時折ベン・デイビスが上がったりはすることはあるんですけど基本ここ動かずに、ウィングバックで幅を取らせて、ライン間とかに、ソン・フンミンだったりクズデスキが降りてきたり、背後をどんどんついていったりとかで空いたスペースに対して、ハリケーンにくさびを刺したりとか、普通に、3-4-2-1 の形のままスタートすることっていうのがほとんど多いんですけど今日の試合に関しては、4バック可変みたいな形で、エメルソンが降りるような形で4バック、なので右サイドバックにエメルソンで左のサイドバックにベン・デイビスと 4-2-3-1 みたいな形に、なってたっていうことがあるんですけども相手の、いわゆるウルブスがですね、5-3-2 でブロックを組んでくるとでミドルブロックを組んでくるんですね。で当然2トップで圧縮をかけることもするんですけれども結構ねサイドバックはフリーで持てる時間っていうのはあるんですよ。ただサイドバックがフリーで持てたとしても近い選手が全部捕まえられている状況なので、パスコースがないと。で背後に落とすボールをね落とすこともいいんですけども対応される状況がもう分かった状態で出すことになっちゃうので相手にとってはやりやすいと。でそれこそ、ペリシッチと同じ同レーンに立つような状況になってしまっててサイドバックが低めの位置で構えてボールを受け取ってるんでね。でそうなった時にやっぱり、ペリシッチに対して出すボールっていうのはペリシッチは当然そのボールを受ける時っていうのはウィングバックにマークつかれた状態でボールを受けることになるので、後ろ向きでボールを受けることになりますよね。ってなってくるとやっぱりそこでまずバシッと当てられて、味方のカバーが来てしまってボール奪われてしまって相手のボールになってしまうみたいな。だからスパーズはなかなかこう自分たちがこうボールを持って運んでいくっていうことをこう配置をうまく使いながら運ぶことができてなかったんですね。
で、まあ、当然相手のツートップが当然サイドバックが前がかりに出ていけばそのスペースどんどん使ってくるっていうこともあって怖い、まあ、そのリスクっていうこともあって、まあ、あまり高めの位置でサイドバックに幅を取らせることが嫌だ、まあ、そういったことも当然ありますよね。もしそれが嫌なんだったら、まあ、よくねマンチェスターシティとか、まあバイエルンとかもまあやったりしますけども、まあ、サイドバックを内側に絞らせる、で、まあ、そのやり方もあるし、まあ、逆にも3バック化するような形にねもう一度することでも全然いいし、そのまま3バックのままスタートしても全然良かったと思うんですよ。だからリスク管理とこう攻撃においてのその立ち位置の 幅を取ることだったり内側を取ることって結構ちゃんとその明確にちゃんと準備した中で立ち位置準備しとかないと、やっぱりウィングバックが高めの位置だったりサイドバックが高めの位置取りすぎてたりするとパスコースがなかったりとか、逆に低めの位置だとそこ捕まえられるとか、逆にそこからまあ前にボールを運ぶときに近い選手全部捕まえられてでみたいなことってもう現代サッカーでよくあることなので、今のサッカーではだからこそまあ内側に絞らせたりとか、逆にまあウィングを絞らせてサイドバック高め取らすとか、可変して後ろに何人か割くようなことするとか、まあ、本当に、まあ、状況に応じたこう配置の変更みたいなことって、まあ、する必要があったのかなっていうのは思うんですよね。だからどちらかというとまあ4バックからスタートしてこう、まあ、特にクルゼスキーはね内側に取るんで右サイドに入ったとしても、でそこのスペースを本当は後半のようにエメルソンとねこううまくこう交代しながら使っていきたかったんですけど、先ほども言ったんですけど、まあ、そこ出ていくとその背後のところゲレスに1本で運ばれて、カウンターでやられてしまうっていう、もしかしたらその怖さみたいなこともあってあまりエメルソンも前がかりに行けなかった。でプラス中央のねベンタンクールとホイビアに対して結構タイトに、まあ、アタックしに来てたんですよ。で彼らが例えばセンターバックとサイドバック間に降りて前向きでビルドアップ参加するようになってくると、この3枚の3センター、ルベン・ネベス、マテウス・ヌネス、ジョアン・ムーチーニはそこまで捕まえに行かないんですよ。相手の最終ラインに降りるようだったらもう別にもう我々は行きませんよみたいな、内側に入っ立ち位置取ってそこに入ってきたボールに対してはもうバシッと行くよみたいなことをしてたんで、なかなかだから中央に立ってる、まあ、ホイビアだったりベンタンクールに今ボールが入らないと。だから逆に彼らが降りるような形で3バック化するような形になって、まあ、どちらか1枚がアンカーになるような形でウィングバックだったりとかサイドバックだその状況によっての幅を取ったりするようなことがあって、まあ、時折ボールを前に運ぶことができたりとか、まあ、個人技で吐かしたりみたいなことができたり、まあ当然ね相手は3センター、532で守ってきてるんで3枚のいわゆるその脇の部分って当然空いてくるわけなので、そこをねうまくまあソン・フンミンだったりクルゼスキーだったりとか、まあハリケーンが時折そこを使うこともありましたけど、そこに流れてそこでボールを受けちゃえば、まあ、基本的にね相手はこうずれていくしかないですし、逆サイドに展開するようになってくると逆に相手を大きく振ることができるんで、まずそこをねどう効果的に使っていくかっていうのがスパーズにとってはまあ一番のメイン的なところだったんですけれども、まあ、なかなか使えない。やっぱり中央がまず捕まえられてるし、幅を取る選手はもうずっと基本的に幅を取るみたいなことしかやってませんでしたから、だから後半に入ってエメルソンが若干内側に入ったりすることによって逆にこう幅を取ってるクルゼスキに対してパスコースができて、そこにパスを通すことができたりとか、そこでの、内側に絞ったエメルソンとクルゼスキの連携だったりとかで、サイドから突破するみたいなこともできてたんで、こうサイドバックを低めに張らすって結構リスクはやっぱあるし、こうできることって正直あんま少ないんですよね。めちゃめちゃ技術あったりこうボールを持ち運ぶみたいなことができるサイドバックだったら全然いいんですけど、なかなかやっぱね、まあ、ベン・デイビスも特別スピードあるタイプでもないし、やっぱり連携でね、こうスペースがうまくフリーになってクロス上げたりとかするのがいいタイプだと思うし、まあ、3バックだったら左で我慢強く守ることとかもできるタイプなので、まあ、前半に関しては、まあ、本当にうまく捕まえられて、まあ、ある程度こう近い選手も捕まえられながらカウンターもうまくやられてしまうし、近い選手全部捕まえられた状況でボール奪われると、で背後に落とすボールもなかなか蹴ることができなかったみたいなことで、まあ、スパーズはなかなか相手陣にボールを運んで決定機を作るみたいなことができなかったっていうのがまあ前半あったんですね。
で後半に入って先ほども言いましたけれども、エメルソンが内側に入ったりとか、幅を取るクルゼスキに対してパスコースができて、そこにパス通してしまう、パス通すことができるようになって、一気に相手の1列目2列目を越した状況からゲームメイクすることができるようになって、チャンスが増えていって、最終的にはそこで得たコーナーキックで、ハリケーンのゴールにつながったっていうことができてるわけですから、やっぱりそのサイドバックが内側を取るとか幅を取るとか、もちろん状況によっては低めの位置で、迂回経路を作ったりするときは当然必要になってくるんで、そういうときは絶対必要なんですけど、絶対取るなって言ってるわけではないんですけど、やっぱりその一つ一つの、サイドバックは幅を取ってオーバーラップしなければならない、インナーラップしなければならないみたいな、もうそういう固定概念みたいなものってもうないじゃないですか、今の現代サッカーって。やっぱりそのサイドバックも内側に絞ってビルドアップ参加するとか、3バック化して逆にもう1枚入るとか、いろんな形ありますけれども、本当にその状況状況に応じた細かなポジショニングみたいなものができれば、スパーズはもっと前半から攻撃することができた。逆にその後半にある程度修正したことによってすることはできたんですけど、前半修正できなかったことできなかったっていうことは、多分エメルソンだったりとかは多分個人、多分自分では多分気づいてないんですよ。今なんでこう自分に今捕まってるんだろうって、監督に指導されて多分分かったってことなんですね。だこの辺がいわゆる個人戦術というか、自分がその状況をどれだけ理解してるかっていうのがね、選手個人個人の能力が分かるところではあるんですけれども、その辺でやっぱり前半で解決できなかったことを、監督がね、ある程度ちゃんとやったことによって、ある程度解決はされたんですけど、それで最終的には点も取れたし、結果としては勝利してるんで、スパーズとしたら非常に非常に苦戦もしましたし、困難だったと思いますけれども、勝ち点3取れるっていうことはね大きいですし、相手のタレントを考えてもね、優秀なチームですから、まずまずといった感じじゃないですか。ただ、今回のウルブスもそうだし、前回のチェルシー戦もそうですけれども、前半にね失点を結構してしまったりすると結構リスクだし、それこそウルブスに前半に点取られてたら分からなかったみたいなね、引き分けで終わった可能性とかも全然ありえるぐらいだったので、ここはね、ちょっと気になるところですね。だからコンテはコンテで自分のそのやりたいことだったりとか、自分のやりたいものに対して選手にめちゃめちゃ求めるし、非常に完璧主義者っていうのはね、皆さんもご存知かと思うんですけど、その先の部分で自分のその持ってる軸の部分からの可変というか、変化だったり修正っていうところでどれだけ効果的なものを生み出すことができるか、提供することができるのかっていうのが、やっぱり監督としてのまた新たな力量な部分になると思うんですけど、今回はうまく、エメルソンの立ち位置を変えたっていうのは多分監督が言ったからだと思うんで、それか身近におる選手が言ったのか、治ってたっていうことは、言ったっていうことだと思うんで、その辺はね非常に評価していいんじゃないかなと思います。はい、あとはそうですね、個人の選手で言うと、ホイビアだったりとかやっぱ聞いてましたし、前半ボール持つ時間はなかったですけれども、やっぱり後半はね、85分ぐらいのね一人でボール持ち運んでね、最終的に自分たちのボールにするみたいな、ああいう個人でこうボールを持ち運ぶこともできちゃって、最終的に自分たちのボールにもしてくれるみたいな選手って、なかなかいないですから、やっぱ優秀な選手ですね、本当にね。欠かせないですね、スパーズはね。今抜けられると相当困るしね、怪我なくフルシーズン戦ってもらったらね、ここはもう安定しますよね。ベンタンクールもいて、しかも後半からビスマも出てきましたもんね。彼がどういう風にこのスパーズにまたフィットしていくのかっていうのは注目ポイントでもあるんですけど、スパーズはスパーズで、うまくね、勝利を最終的に勝ち取ったっていうところもあるんでね、この先大きなねクラブとも対戦どんどんしていきますけど、どういう風になっていくのかまた注目してね、見ていきたいなと思っております。はい、で、次はウルブスの方なんですけれども、ウルブスはですね、基本的に守備時は 5-3-2 でブロックを組むと、ミドルブロックを組む、そしてスパーズの時にもお話ししましたけど、サイドに流れていくボールに対して、サイドバックだったりとかウィングが持った状況になると、近い選手は必ず捕まえて、コースを消すというような状況で、うまくサポートを作ってボールを奪い切って自分たちのボールにしてショートカウンターにつなげるだったりとか、一気に背後抜け出していくようなネトだったりとかゲレスに対してボールを出してみたいなね、でそこからマイナスのクロスに
上がってきたインサイドの選手が、まあ、ミドルを打ってみたいなね、まあ、よく見たと思うんですけど、今日の試合とかで特に前半は、まあ、この辺でうまくねチャンスを作り出して、やっぱりサイドバックがある程度こうねこう高めの位置とかに上がってきてくれたりもするんで、背後を気にせずね、まあ、あのエメルソンもたまに気にしてたんですけど、ゲレス気になってね残ったりはしてたんですけど、でもそれはそれでね、こうスパー、ウルブスからするとね、こう後ろ残りで追ってこう5バックで、ね、ソリッドに構えてる中で人かけてこなかったら全然怖くないですからね。で 前がかりの状況で全部守備できてましたから、もう背後へのボールもなかなかなかったんで、やっぱ後ろ向きにならない守備っていうのは全然怖くないですからね、ウルブスからするとね。だから本当にまあウルブスはもうしてやったりというか、まあ、自分たちのやりたいことをやりたいことできてたし、で特に両ウィングというか、まあ、あのネトとね、ゲデスの、まあ、特徴をしっかりと使って、まあ、チャンスもクリエイトしてたので、本当はねそこでね得点取りたかったと思うんですよ。本当はここで取りたかったんですけれども、そこでまあ得点が奪えなかった。まあ、ここはね、開幕3試合、まあ、あの勝利がないところに影響してるところだと思うんで、あとはそうですね、あの後半に入って、その先ほども言いましたけど、スパーズがねちょっと修正したことに対して、じゃあ逆にこうブルーノ・ラージがどういう風に修正していくのかっていうところは、結構子に頼ったりとか、もう、まあ、失点したっていうのもあるんでしょうけれども、あの、まあ我慢ね、まあ、こう修正された後にちょっとしてから、63分ぐらいに失点したんですけど、その後にまたこう自分たちの攻撃にまたシフトして点を取っていかなければならないってなった時に、まあ、アダマ・トラオレだったりとか、まあ、ラウル・ヒメネス、ラウル・ヒメネスとか57分ぐらいに出たか、まあ、アダマ・トラオレとか入れてね、よりこう幅を、いわゆるサイドからの突破力みたいなものをさらに追加したんですけど、スパーズはスパーズでそこで人数かけてね、その対応してくるんで、やっぱりそうなった時にやっぱりこう対応されるじゃないですか。当然アダマ・トラオレがボール持ったら1対1の局面はまず作らせたくないんで、2対1の局面基本作ってたじゃないですか、スパーズも。ってなった時にやっぱり人をかけるこう、サポートを作ってあげるとか、深い位置取ってあげる、ニアを取ってあげるみたいなランニングをしてあげる選手が1人2人いるだけでも全然変わるんですけど、結構ねその辺はねもう子に頼りきりというか、もうウィングはウィングで頑張ってくださいみたいな、まあ、ゲレスサイドの方は、まあ、時折エイトヌーリがねサポートに来たりとか、彼とこう連携してみたいなことはあったんですけど、右は結構ね、まあ、ネトもそうだったし、アダマ・トラオレの時もそうだったんですけど、あんまりこう結構どちらかといったらもうスペース与えて勝負させたいみたいなね。でもあんだけブロック組まれててスペースも埋まってる状況だったら、いや一人でもきついよっていう話なんで、ね、やっぱり最終的にこうアダマ・トラオレのドリブルで突破するみたいなことがなかったみたいな話もあったんですけど、いや勝負できる状況でもなかったりもしましたし、まあ、できる状況の時もあったんですよ。でもやっぱりこうボールを大事にしてこう、ね、攻めたいっていう本人も意図もあったと思うし、極力やっぱスペースがある状況でね、まあ、勝負させた方がいい選手なので、まあ、難しいところなんですけど、でもあれだけ強烈的な選手がねこう幅を取ったりとかこう勝負を仕掛ける場面におると、やっぱ人はどうしても注目するしね、人も集まっていくんで相手のね。ってなるとこうサポートに来てくるような、まあ、ジョアン・モウチーニョだったりとかにボールを落としてクロス上げてみたいなね、でファーサイドに流れてみたいなとかあったと思うんですけど、まあ、あれも一つの攻撃の形なんですけどね。ただやっぱりこうできるだけそのアダマ・トラオレにこうボックス内に侵入させるような、まあ、ドリブルだったりとかをさせたいし、まあ、縦の突破をまあ警戒はされてるんですけど、もうそれでも上げきる能力を持ってるわけですから、まあ、そこの質の部分はねもうちょっと上げないとちょっと苦しいかなっていうところは相変わらずあるんですけど、まあ、とは言ってもやっぱりこの質を使ったこの能力を使ったこうスペースでの勝負を前半はできてたんですけど、後半はある程度埋められた中で自分たちがじゃあどうしなければならないって求められた時に、ブルーノ・ラージはうまくそこをつけなかったし、解く作業っていうのがチームとして生み出せなかったから、最終的に点を取ることもできなかったし、相手には点を取られてうまく守りきられてしまった。だ今回に関しては、まあ、ブルーノ・ラージがまあ前半から点を取れていた場合、あのウルブスが点を取れていた場合どうなったかっていうのは分からないですけれども、まあ、互いにまあ課題があるような状況の中で試合がずっと90分間行われた中で、まあ、最終的にはそのワンチャンスをものにできるまあエースがいた、まあ、スパーズが勝利したっていう感じなのかなと思いますね。うん、
あとはそうですね、まあ、新戦力のね、マテウス・ネネスだったりとかも使われてましたけれども、まあ、まずまずのスタートっていう感じじゃないですか。やっぱりいきなりプレミアリーグに来てね、まあいきなりスタメンで使われてて、まあ、あれだけのパフォーマンスができてるんだったら、まあ、別に全然問題ないとは思うんですけど、まあ、うまくね攻撃にこう関わりながら、ビルドアップにも関わったりもしながら、まあまああまりこう目立つような活躍はねしてなかったのかもしれないですけれども、まあ、クレバーにねライン間でボールを受けたりするようなこととかもやってましたから、うん、その辺はやっぱり能力高いなっていうのは感じましたね。やっぱり言うてもまだ合流して間もない選手ですからね、いきなり評価するのもねあれなんでね、まあ、試合を何試合か重ねてプレミアリーグに慣れて、そしてブルーノ・ラージと、まあ、ウルブスのフットボールに慣れていった時に、まあ、彼の進化っていうのがより分かるのかなと。だから今日1試合でね彼の評価をどうこう言い悪いとか言うつもりは全くないですけれども、まあ、ただ、まあ、開幕戦にしてはねよくやったんじゃないかなと個人的には思ってるっていう感じですかね。はい、でそうですね、あとは、まあ、あとはラウル・ヒメネスがね後半から出てきてましたけど、前半から使いたかったです ね。あれだけこうチャンスくれたらボックス内で決めきる能力がある選手が 前半にいたらもしかしたらみたいなねこともあったりもしましたし、あとはジョゼさんやっぱりいいキーパーですね、はい、この選手本当にいいキーパーですね。あとはそうですね、まあ、ルベン・ネベスも落ち着いて、まあ、ボールをさばいてたんで、まあ、この選手相変わらずクレバーというか賢いというかね、やっぱフリーなところにボールを回す状況、まず首振っても状況判断しながらパス出してるんで、まあ、時折ねこうつけすぎるというかこうリスキーなパスをたまにこう出すときはあるんですけど、でもまあそこを目つぶったとしても十分すぎるほど活躍はしてますからね。キックがまあうまいからねこの選手ね。だからウルブスはねもっともっとこううまくこう相手の組まれたブロックの背後をつくようなこととか、引きつけて背後とか、こう攻撃の多彩性みたいなものがやっぱ欲しいですね。じゃないとね正直もうこれだけブロック組まれて強度も強くてフィジカルも強くてみたいなチームを崩すのは正直簡単じゃない。それこそスパーズみたいにこうコーナーキックで1点ものにできるみたいな選手がいるならまあ話はまた変わりますけど、やっぱりそういった選手ってやっぱね大きなクラブにやっぱ引き抜かれていきますから、だからその辺でねまた監督の力量みたいなものも求められるんで、ちょっとまあ難しいところなんですけどね。とは言ってもまあ開幕3試合でまあ勝ちがないっていうのはね、ウルブスからするとちょっとしんどいかなっていうところもあるんですけど、まあ、ゲレスを取ったりね、マテウス・ヌネスを取ったりとか、戦力は取ってるわけですからね、どういうふうにまたね、混じり合っていくのか、また注目して、また追っていきたいなと思っております。はい。ということで、以上になります。本当に最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。